MT-07 はヤマハ発動機が製造販売するオートバイである。ヤマハ発動機の MT シリーズ第2世代として MT-09 と共に開発され、2013年にエンジンのみ先行して報道向けに公開された後、同年のミラノ賞及び東京モーターショーで車両全体が発表された。その後欧州市場向けに先行発売された後、 日本国内仕様として MT-07 および MT-07A が2014年8月20日に発売された。開発コンセプトはスポーツパッション MC with smart である。なお、北米市場では FZ-07 の社名で2015年モデルより販売されている。2016年1月8日に発表された公益社団法人日本。 インダストリアルデザイナー協会のジダデザインミュージアムセレクションボリューム17に選定された。トリシティ、電動アシストシャイズ、JW スイングに続き、ヤマハ発動機の車種が2年連続選定された。2017年12月、ブルーイッシュグレーソリッド4のボディカラーが MT-10MT-09 とともに、バイクでは初めてオートカラーアワード2017。 グランプリを受賞した。2018年4月のマイナーチェンジは、より MT シリーズらしい進化をコンセプトに開発された。以下が主な変更点である。エンジンは、直列2気筒270度クランクで同社の TRX850 などに採用されていた構造であるが、トルクの感覚を重視したクロスプレーンコンセプトに基づき完全に刷新されている。 車体構成は、スチールフレームながら、徹底的な軽量化と全体のダウンサイジングが、図られており、車体重量は 179kg と、同排気量のオートバイの重量に対して1割から2割、軽くなっている。車重や、大きさは、発売時の日本国内 400cc250cc クラス車両に匹敵するほどのスペックとなっている。トレーサー七百トレーサー七百は、 2016年に欧州向け車両として発表された MT-09 トレーサーと同様の外装を追加したスポーツツアラーである。なお日本仕様の発売については発表されていない。ありがとうございます。